ルイド・フランス、または、ルイド・ギュイエンヌは、フランスの王大使。フランス王シャルル6世と、王妃イザボード・バビエールの三男。姉に、イングランド王・リチャード2世及び、オルレアン公、シャルルの妃、イザベル、ブルターニュ公ジャン5世妃、ジャンヌ、ブルゴーニュ公フィリップ3世妃、ミシェル、妹に、イングランド王・ヘンリー5世妃、カトリーヌ、弟に、トゥーレーヌ公ジャン。 フランス王シャルル七世がいる。シャルル六世はシャルル七世を含めて5人の息子を王太子に立てたが、ルイは3人目の王太子である。ただし、ルイの兄である、最初の2人の王太子は共に幼少時に死亡している。ルイはまたギュイエンヌ公にも助せられていた。1403年1月に王子にあたるブルゴーニュフィリップ2世の遺行で、ルイと皇丹公の孫娘で、 ヌベール白ジャンの娘マルグリットとの婚約が決定、同時に、ルイの姉ミシェルとマルグリットの弟フィリップも婚約させられた。父が発狂して、統治不能になると、おじのオルレアン公ルイとムコア公が政権の座をめぐって争い、ルイは母ともども無力で双方の駒として、翻弄されていた。1405年に、ムコア公がアラスから兵を率いて、 パリへ進軍すると母とおじがムランへ逃亡、ルイは後を追おうとして、ムコア公に捕らえられた。この時は、ベリー公ジャン一世の仲介で事なきを得たが、1407年におじがムコア公の資格に暗殺されると緊張が高まり、翌1408年にムコア公が事件の自己弁護に努めた時も、罪状を咎めず、聞くだけに終わり、 1409年に、ムコアコが政権を握ると母と共に、彼の監視下に置かれた。1412年にマルグリッドと結婚したが、だんだんムコアコに反発するようになり、1413年に、密かにアルマニャック派と接触したことが一因で、パリのブルゴーニュ派が暴動を起こした。側近を多数処刑されたことに憤慨したルイは、アルマニャック派に救援を要請。 ムコアコーラブルゴーニュ派を追放してアルマニャック派と手を組み、1414 14年5月にコンピエーニュ・ソワソンなどを落としブルゴーニュ派を追い詰めるが、イングランド襲来が目前に迫っていたため9月にムコアコーとは僕した。以後はアルマニャック派と共にパリを守備していたが、1415年12月に18歳で創生し、子供を残さなかった。マルグリッドは、その後、 アルトゥール・ドリッシュモンと再婚している。新たに王太子に建てられた弟のトゥーレーヌ・コージャンもほどなく死去し、次の弟シャルルが最後の王太子となった。シェイクスピアの戯曲、ヘンリー五世では百年戦争のアジャンクールの戦いにおけるフランス軍の指揮官の一人として登場するが、実際にはベリー公の配慮で父のもとに留められ、戦いには参加していない。ルイの死は、 その約2ヶ月後のことである。エチュベリー、P64, 清水、P70, P71, カルメット、P97, P98. エチュベリー、P66, 清水、P74, P75, P82, P86, カルメット、P120、P125, P136, P138, P144, P147。P ジュール・ミシュレ、フランス史、中世、四論奏者、2017年、P221 から224。エチュベリー、P80、P86、P97、P98。清水、P91、P94、P99、P100。カルメット、P159,P166,P176。エチュベリー、P89、P91。 ありがとうございます。